ナンシー・デイビス・レーガンは、アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンの妻で、1981年から1989年まで、アメリカ合衆国のファーストレディだった。身長5フィート4インチ。アン・フランシス・ロビンズとして、ニューヨークで、ケネス・シーモア・ロビンズとその妻で女優のイーディス・ラケットの間に生まれた。6歳の時、母親は、 神経外科医のロイヤル・デイビスと再婚する。デイビスはナンシーを幼女とし、ナンシーはシカゴで成長した。ナンシーの名付け親は母親の友人でロシア出身のサイレント映画の大スターアラナ・アジモバである。ナンシーは少女ラテン語学校を卒業後マサチューセッツのスミス・カレッジで演劇を専攻した。1949年か1950年に 撮影されたプロモーション写真卒業後間もなく、ナンシーは女優となり、旅回りの劇団に加わり、続いてブロードウェイミュージカル、リュートソングに出演し、好評を得る。その後も多くの役を演じたナンシーに対し、ハリウッドからのオファーが舞い込んだ。ナンシーは、ナンシー・リビスとして1949年から1956年まで11の作品に出演した。 初出演作は、シャドウ・オン・ザ・ウォールであった。その他にも、ザ・ネクスト・ボイス・ユーヒア、イーストサイド、ウエストサイド、e w e どの番の脳髄などに出演している。ナンシーは、勝利への先行で妻役を演じた。ナンシーの最後の出演作は、クラッシュ・ランディングであり、その後は1962年までテレビドラマに出演し、その後女優を引退した。 ナンシーの演じた役のほとんどは上品で、経験で、道徳的で精錬な人物であり、その目立たない性質は、女優としてのナンシーの範囲を制限した。評論家は、ナンシーの最良の作品として、ザ・ネクスト・ボイス・ユー・ヒア、を挙げる。ナンシーはその宗教劇の中で、驚くほど、合理的な1950年代の主婦を演じた。1952年、 夫のレーガンと結婚当時のナンシー・ナンシーは、ロナルド・レーガンと1951年に出会った。当時、レーガンは映画俳優組合の委員長であった。ナンシーは、ハリウッド・ブラックリストに同名の女優がリストされていたことで、雇用維持のためリストから名前を外してもらうために、レーガンの助けを求めた。二人は1952年3月4日に、 ロサンゼルスのサンフェルナンドバレーのリトルブラウン教会で簡素な結婚式を挙げた。ナンシーは後に私の人生は夫と結婚した時から本当に始まった。と語っている。夫妻は二人の子供を設けた。娘のパティ・デイビスは結婚7ヶ月後の1952年10月21日に生まれた。息子のロン・レーガンは1958年5月20日に生まれた。 ナンシーはさらにマイケルとモーリーン・レーガンのママ母となった。ナンシーは夫のレーガンがカリフォルニア州知事を務めた1967年から1975年までの間カリフォルニアのファーストレディであった。ナンシーはその人気の初めに消防隊員が危険構造物と評したサクラメントの州知事邸から裕福な郊外に転居して論争を引きつけた。 この行動は、多くの人々から成り上がり根性と受け取られた。カリフォルニアのファーストレディとしてナンシーは、退役軍人、高齢者や障害者のもとに訪れ、多数の慈善団体と共に活動した。ナンシーはその慈善活動を、フォスターグランドペアレントプログラムと共に始め、ワシントン DC に移ってもそれを継続した、ナンシー・レーガン、アメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガン、昭和天皇、 1983年11月9日、東京都にてナンシーは、ファーストレディとなると、間もなく、不況にもかかわらずホワイトハウスで使用する20万ドルの新しい時期の購入を発表、論争となった。高級趣味とともに、ナンシーは、一般のアメリカ人が持つ、関心事項に対して、接点を持たないというイメージを与えることとなった。しかしながら1982年に、 ディナーでボロッキを身につけ、セカンド、ハンドローズを歌ったことで、こういった批判のうちのいくらかをそらすことができた。ナンシーは、夫がスピーチする間、愛情に満ちた眼差しで夫を見つめることで、有名であった。多くの政治家の配偶者は、ナンシーのようにするものの、ナンシーは特に集中し注意深かったため、ナンシーはザ、ザゲーズのニックネームで呼ばれることとなった。しかしながら、 舞台裏では、ナンシーは、ホワイトハウスのオペレーション、特に人員問題と夫のイメージと遺産の上に、関して、影響を及ぼした。ナンシーは、ワシントンポストの出版社、キャサリン・グラハムと、共通の友人であったトルーマンカポーティによって、紹介され親しい友人となった。その後ナンシーは、ホワイトハウスで、毎週の昼食をグラハム及び、 ナンシーの公認であるメググリーンフィールドと共にした。ナンシー・レーガンは、レーガン大統領の2期目における、ホワイトハウスの制作に行く文化の影響力を及ぼしたと広く考えられている。ナンシーはその控えめなファッションが、当時の多くの女性たちに真似られたことと、ジャスト性能反麻薬キャンペーンの支援、先制術への系統で、よく記憶される。実際ナンシーには、ファーストレディ時代に、 ジョーン・クイグリーという個人的な先生家がいた。先生家たちは1981年の大統領暗殺未遂事件以後、夫の安全を守るためとして徴用されるようになった。それはホワイトハウスのスケジュールにも影響を及ぼすようになり、重大な困惑の原因となった。日付は先生家のアドバイスによって、良い、日、普通の日、避けるべき日と色分けされた。 このことが原因で、ホワイトハウス主席のドナルド・リーガン補佐官は、ファーストレディと対立することとなり、最終的にリーガン補佐官は1987年に辞職した。1987年10月に乳がんを発見され、乳房切除手術により回復した。このことで乳がんに対する意識が全米に広まったと言われる。1983年にはナンシーは、 ヘンリー・キッシンジャー元国務長官、事前科のバーバラ及びマービン・デイビスと共に大人気ドラマのダイナスティに自身の役で出演した。さらにナンシーは人気ホームコメディアーノルド・ボーヤは人気者にもジャスト・性能というハンマ役キャンペーンを強調するため出演している。しかし、 1986年から1992年にかけて、ジ・娘のパティによって、レーガン夫妻の冷たい家庭生活やナンシーによる虐待、ナンシーの精神安定剤依存及び、パティ自身の麻薬中毒が暴露された。キティ・ケリーによる1991年の、ナンシー・レーガン、ザ・アン・オーソライズド・バイオグラフィーは、出版史上最速の売り上げを記録した電気となった。 同書の内容には論争の的となった元ファーストレディの全成術を元にした政策への関与に関する詳細とホワイトハウスにおけるフランク・シナトラとの密会が含まれている。ナンシーは晩年、夫のレーガン元大統領の世話をしたカリフォルニア州ロサンゼルスのベルエアの自宅に居住した。レーガン元大統領のアルツハイマー病発症後は献身的に介護し、 2004年6月5日その死を見取った。ナンシーはアルツハイマー病に対する治療法に役立てるため、肺性幹細胞研究を支援するように、ジョージ・ w ブブッシュ大統領を促す目的で共和党とのつながりを立った。2004年にワーナーブックスは、ナンシーの長年の上流者公開における友人の作家ボブ・コーラセロによるロニーナンシー。 ゼアパスツー・ザ・ホワイトハウス、1911-1980を出版した。ナンシーは、マーガレット・サッチャーとチャールズ皇太子を訪問した際、ロンドンのホテルで滑って転倒し2005年に短期間入院した。2008年2月17日、自宅で転倒して2日間サンタモニカの病院に入院したが、骨折はしていなかったという。2016年3月6日、 鬱血精神不全のため自宅で死去。94歳であった。ありがとうございます。